ランは正規光学が製造したレンズに関しては初期の独自マウントの製品を除きライカマウントレンズの一覧キャノン、正規工学参照。1960年代に入るまでキャノンの主力製品であった。全機種につき同社サイトに詳細な解説がある。マウントはライカマウントに似ているが、 ライカマウントのネジピッチ26ヤマ、インに対し、ネジピッチ1ト、mm、ルの独自、ネジマウントである、J マウントになった。当初はニッコールが装着されたが、順次自社製セレナーに置換された。キャノン IBSB 標則、レンズはキン35、キャノン3 5ル m f 2 8ー。キャノン IBSB 裏側。フィルムは、そこから装填するので裏蓋は開かない。 キヤノンポピュレールとキヤノンメーター2キヤノン7とキヤノンレンズ50メートル MF0.95 戦前には主に日本工学工業からニッコールの供給を受けていたがその一方で社内工房によりセレナーの名称を与え1939年頃から自社製の三群四枚テッサータイプのセレナ50メートル MF4.5 ゾナー型のセレナー135メートル MF4 を 開発した。しかし、セレナーを標準レンズとした、最初のカメラは、戦後のキャノン SII であった。その後、ニッコールレンズの供給はなくなり、正式にセレナーは、キャノンカメラ用のレンズとなったが、キャノンイブスが発売された1953年から、事実上固有名がない、キャノンに切り替わった。ライカマウントのレンズのほかキャノン7とキャノン 7S は、 バイオネットマウントを併設しており、以下のレンズが使用できる。キャノンカメラミュージアムフィルムカメラ、レンジファインダーハット AB、カメラと戦争工学技術者たちの挑戦 P053。ABCDEFGHI、クラシックカメラ1 0ナンバー4、名機の k f p 1 6 ABCDEFGHIJKLMN、クラシックカメラ1000カ P135。AB、 クラシックカメラ戦火ナンバー5、ライカ型カメラ P51。ABC、クラシックカメラ戦火ナンバー5、ライカ型カメラ P52。ABCDEF、クラシックカメラ戦火ナンバー5、ライカ型カメラ P53。ABCD、クラシックカメラ戦火ナンバー4、名機の KFP18。ABCDEFGHI、 クラシックカメラ選果ナンバー5、ライカ型カメラ P55。ABCDEFGH、クラシックカメラ選果 P136。ABC、別冊ステレオサウンドヴィンテージカメラセレクション P112。AB、別冊ステレオサウンドヴィンテージカメラセレクション P113。クラシックカメラ選果ナンバー4、名機の KFP19。 名機来 3P112 ありがとうございます。